どうも、しょうやでーす。8月31日の今日は39周年に突入。しょうやおめでとう。ということで、ありがとうございます。40周年。一個手前、そうだね、一個手前なんで、ただ今ここのスタジオで見てるように、ただいまリハーサルの真っ最中でございまして、はい、本当の31日は、全員で配信しようかなと思ったんだけど、それが今ちょっと忙しいのでできないので、配信の方は、当日の配信はキャプテンと2人で、お届けするんですが、今日はちょっと1日早めで、みんなで、動画を撮ろうと思って撮っています。はい、すごい。35周年から、うん、あっという間の4年でしたが、そうだね、あっという間の4年だけどさ、変な4年だったね。まあ確かにみんなが経験したことないことばっかりで、だからいろいろやんなきゃいけないっていうか、やりたいことがいっぱいあったのに、ほぼほぼ企画が、確かに、なんか30周年の時は、フォーラムでやって、なんか30周年やったっていう、30曲やったっていうイメージがすごい残ってるけど、35周年っていうと、ってなる。35周年でアルバム作っただけ、アルバム作って海外に向けて頑張るぞってやってたら、海外には行けないぞみたいな。ただそうやってね、だから今日だってこうやって動画でみんながさ、お祝いのメッセージ、こうやってやり取りはできないにしても、こうやって翔也が39周年に突入しましたっていうのを見れる時代になったから、そういう部分ではとてもとてもすごい時代、何でもやろうと思えばできるんだよね。何でもやろうと思えばできるのよ。もうできないのは若さを取り戻すことぐらいで。それはできない。でも39周年に入るわけです。入ったわけですけど、ちょっとどういう1年になるかなっていうことだったり、どうしたいかなっていうことをちょっと一人ずつ伺っていければいいかなと思います。じゃあどっから行きますか。まずはみっさんから。はい、私、はい、私ですか。いやー、でも本当こんな長い年月できるとは思ってなかったんだけど、でもなんかやっぱりこう今こうやってみんな一緒にいるっていうことは、何かこう分け合って何かのこうやるっていう、そういうなんか、なんていうんですか、運命的な流れっていうのではなく、なんか、そうじゃないんだ。運命的じゃない。運命的っていうか、そのね、理由があってここまでやっぱりやってるんだなっていうのを。定めですね。でも運命とか言って、定めって読むよね。運命ね。はい。なので、もう多分ここから先が未知の世界だけど。じゃあ次、佐藤さん。はい、いいですかね。なんか最近割と昔よりメンバーってなんか和気あいあい話すようになって、なんか話題もなんか共通話題も多く、とか結構ね、楽しくやってるので、やっぱりこう明るさをみんなに、ね、与える夢目線だな。いいんでない？やっぱりなんかこう熱くてあったかい音楽と、やっぱりできるだけ変わらぬパフォーマンスを、変わらない形でみんなにずっと届けていきたいなっていうふうに思います。はい、続きましてサンゴさん。最近ね、
友達のお姉ちゃんとかどんどんいなくなってしまって、まあ、先輩とかねある程度しょうがないと思うんだけど、なんでやっぱりそれぞれお年頃なのでできるだけこう健康で、健康じゃね多少はなんかみんな持ってるけど、こうライブで一緒にステージに来てるように、まずは40周年を目指して、できることをやっていく。で、どうしてもね、こういう状況なので、すごくいろんな制約もあると思うんですけど、ただ音楽ってそこがいいところで、決して何かをしないと楽しめないとかっていうことではなくて、その音があればやっぱり楽しめるものだし、共通言語、日本語の歌詞だろうが英語の歌詞だろうが他国語の歌詞だろうが共通言語だと思うんで、配信とかもねあるので、皆さんが昭和の音楽に触れてくれる機会が増えるといいなって思ってます。まずは40周年に向けてちょっと頑張るのと、今はとりあえず来週、再来週、来週じゃないでしょ、来週ですね、もう来週です、来週か、だって31でしょ、来週って7日だよ、土曜日なんで、来週はい、では次寺田さん、私、はい、まあとりあえずいろいろ山あり谷あり谷あり谷ありだったけど39周年を迎えられたっていうことが、まずは良かったなっていうふうに思っています。それから、これからまだまだ先、どうなるかわからないけど、やっぱり続けていくことっていうのがすごく大事なことなのかなって思っているの と、どんな形であれみんなと同じ時代に同じなんて好きなものだったり同じもので感動したり笑ったり泣いたりってできるってことが、とてもとても大事なことなのかなと思っているので、時には笑かし、時には泣かせ、時には一緒にほっこりをするっていうね、そういうふうにこれからなっていけたらいいなっていうふうに思っています。はい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 、違う、じゃあ最後キャプテン、はい、なんだろう、いつもまあ思うけど、なんか幸せ、うん、やっぱこのメンバーでずっとやってこれたっていう、今このみんな今はねこう今度還暦を超えよう、まあそういう時にこういうなんメンバー一緒にずっとやってこれて、なんかまあ楽しくできていること、まあ5人が健康であることももちろんなんだけど、こうやってずっと活動できていることが本当に幸せだしありがたいし、なんか本当応援してくれる人がいるからこそだし、スタッフがいるからこそだし、若い時もよりもより全ての人に感謝したいというか、うん、いう気持ちが多分みんなすごい強いと思うんだけど、そうだね、うん、なんかこう、そういうことかね、昔もさ、さ20代30代の時も、スタッフとかファンの子にはありがたいと思ったけど、そのありがたいと思うその気持ちのレベルが、多分今みんな絶対違うと、本当にありがたいと、だからそういう人たちがこんな塾女のために一生懸命働いてくれてるっていうのはさ、だから それで続けられてるんだもんね、そういうみんなの期待にも応えられるように、また5人でしっかりこう
周年を迎えるごとに気を引き締めて頑張っていきたいと思います、うん、9月10月で4年ぶりの東名阪ツアーということで、そうだね、はいはい、ぜひ皆さんにも来ていただきたいなと思いますが、うんうん、この辺もティアさん代表して、あ、私ですか、はい、ツアーの意気込みをお願いいたします。ツアーの意気込みはやっぱりなんて4年分のあの思いを吐き出すようなそういう熱いライブにあのしていきたいなと思うし、あの毎年っていうか毎回庄屋のライブはいろんな意味でチャレンジと戦いだと思っているので、その戦いっぷりとかチャレンジっぷりを、体感してほしいなって、せっかく体感できる機会が、あるというか機会に恵まれるようになったので、まだあのマスク着用のライブにはなるかなっていうふうには思ってるけど、それでもみんなと一緒に多少声は出してもいいのかな、うん、マスク着用だったら声出しが OK だと思うので、そうやってなんて一緒に庄屋の音楽を、堪能していただけたらいいなっていうふうに思っています。みんなで4年間の、いろんなモヤモヤした部分を吐き出しましょう。お待ちしております。はい、頑張ります。ありがとうございます。39周年も頑張るんで、ぜひぜひ応援してください。それから40周年も一緒にみんなと祝えるように健康に気をつけて、これからも一緒に時代を歩んでいきましょう。トヤでした。グー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 シカゴ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 、あ、知らないんだ。Thank you.